動画をご覧の皆さん、こんにちは。社会人のための大学院合格請負人の藤本健一です。さあ、今回も藤本の格論配信を行ってまいります。今回のテーマこちらです。文系大学院生はなぜ就活市場で評価されないのか、文系大学院をめぐるトリレンマを読むというテーマでお届けをしてまいります。今回ですね、本の紹介ということですね。今回紹介するのはこの文系大学院をめぐるトリレンマという本ですね。この本の編者の一人でありますですね、吉田彩先生。実は私のですね、早稲田の大学院時代の大変お世話になった指導教員先生でございます。だから私の修士論文を見てくださったり指導してくださったのが吉田先生ということで、今私がこういう仕事をのうのうとできているのは本当に吉田先生のおかげでございます。大変にありがとうございます。このですね、吉田先生がお書きになった、文系大学院をめぐるトリレンマ、まあ、この本ですね、私今大学院の進学のアドバイスを行っている関係上、まあ、大変耳に痛いというか、まあ、大変勉強というか示唆的になる内容が多いので、この本を紹介していきたいなというところでございます。まあ、このチャンネルはですね、何をやっているチャンネルかと言いますと、大学院進学に関しての情報発信をするという大変軽で誰が見るんだろうみたいな、そういったマニアックな情報をお届けするチャンネルなんですけれども、まずは小ネタからいきましょう。はい、入院できる場所ってご存知でしょうか。入院できる場所って日本だと3カ所しかないんです。それがどこかというと、病院と少年院と大学院の3つしかないですよと。だから大学院に入ること入学と言わないんです。入院と言うんです。これ入院できるのって少年院に入ること病院に入ることのこの3つしかないと、まあ、これよく大学院生の間で言われている小ネタですね。まあ、どちらかというとこれですね。まあ、やばい人が入るみたいな、そういったイメージなんですけれども、まあ、やばい人が入るというイメージ、それをですね、払拭したいなというのが私自身の思いでございます。まあ、大学院ですね、やっぱり私にとっては自分の人生を考える上ですごくプラスになった場所ですし、そこで学んだことが今の人生でめっちゃ生きているなっていうのを思うからこそ、まあ、大学院に行く楽しさというか、大学院に行く意義をいろんな人に伝えていきたいなというのがこのチャンネルをやっている動機でございます。それを知るにあたってですね、まあ、大学院についてを、まあ、そもそもどういう場所なのか、それをですね、学術的なデータをもとにお届けするという、そういう科学的な番組でありたいなというところで、今回こちらの方を紹介してまいります。文系大学院をめぐるトリレンマというところ。トリレンマって言葉聞いたことございますでしょうか。ジレンマって言葉がありますね。ジレンマというのは二者択一の状況、つまり二つの状況がもつれ合っている状態。A さんと B さん、まあ、それぞれの対立関係、A と B の対立関係みたいなところがジレンマと言いますが、トリというのはここに3つ目があるとトリレンマということになります。トライアングルって楽器がありますね。あれ三角形で、このトリというのはですね、ギリシャとかその辺の言葉で言うと3を意味する言葉なので、要は3者のもつれみたいなところがトリレンマですね。ここで言っているトリレンマ一体何と何の何のもつれかというと、まあ、大学院、そして就職市場、そして大学院生、この3つの関係ですね。それぞれの3つの関係が今一体どうなっているのか。で、今よく文系大学院生が就活に不利とかよく言われていますが、それは一体なぜそういうことが起きているのかというのを研究しているという大変稀有な本でございます。まあこれですね、まあストレートマスターで大学院に行く方、およびですね、まあ MBA を取りたいであるとか、あるいは文系系、例えば教員で免許の専修免許証を取りたいとか、まあそういったものをやる会計大学院に行きたいというふうな人、ぜひ文系で大学院を目指す場合ですね、まあこれをお読みなさると、まあ、自分たちが今後どうなるのか、また社会はどういう目で自分たちを見ているのかというので見る上で役に立つんじゃないかなと。まあ、これはだから新卒で、要はストレートマスターで大学4年から修士課程1年生に行く人も、あるいは社会人の方もぜひお読みなさるといいなというふうに思うところですね。で、この本の中のテーマはですね、まあ、なぜ文系の大学院生就活市場で評価されないのっていうところがポイントになってきています。これ実際私も早稲田で経験した話なんですけれども、就活でいいところを目指す人っていますよね。例えばマスメディア就職を目指しますとか、あるいはですね、銀行の中でも例えばトップの金融の、ところを目指しますとか、外資系を目指しますとか、例えばリーマンショックであるとか、あるいは最近で言いますとコロナウイルスによる、感染拡大による不況みたいなところで、まあ、就職がうまくいかない、あるいは第一志望に落ちてしまう、そういう場合どうするかというと、もう一回留年をするという選択をする方が多いですね。それは何かというと、4年生をもう一回やる。まあ、もっと言うと5年生になってるわけなんですけど、そうして新卒として日本企業に入る、あるいは海外の企業に入る方が評価されるっていう日本社会の風土があるわけですね。まあ、これが一体なぜできたのかっていうのをまた長い話にはしょりますが、みんなそれで卒業しちゃって、第二新卒として就活市場に入るっていうのは結構厳しいというのをみんな知っているわけですね。だからもう一回4年生をやるっていうことになったりします。で、私自身はですね、まあ、就活市場、就活の戦いがなかなか大変というところも ありましたし、もっと勉強したいというところで大学院に入りましたが、こういう就活を延長する意味合いで大学院に行く人って結構まだ少数派だったりします。それはなんでかというと、大学院に行くことが評価されないっていうのを結構みんな薄々感づいていると。
なぜ労働市場で評価されないのかというところをですね、克明に説いているのがこの本のポイントでございます。この本、まあ要はですね、内容を端折って言いますけれども、まあ、ここで言う三者関係のところ、それぞれのファクターを見ていきますと、まず大学院や教員側、大学院や教員側というのは院生の活躍を結構評価しているんですね。だから、まあ昔に比べたら院生の質が落ちたというふうには言われていますけれども、それでもやっぱ評価する動きがあると。ただ、それを適切に評価しない労働市場への憤りがあると。で、労働市場というのは実は院生の否定的視点があると。まあ何かというと、こいつらまともじゃねえよな、みたいな。まあやばい人が行くみたいなイメージがやっぱ強いと。それは何かというと、実は日本の、企業の採用担当の人というのが割と、まあ固定的な偏見があるんじゃないか、みたいなことを言っているわけですね。どういうことかというと、例えば院卒というだけで、何かこいつ使えないやつなんじゃないか、プライド高いんじゃないか、みたいなところ。また特にですね、専門的な技能を大学院で磨いている場合については、なんかこれ使いようがないよね、みたいな。あるいはプライドが高そう、みたいな偏見で物事を見ているというのが、ここだと示唆的な内容で出てきます。まあこれはインタビュー調査とかから明らかになっているところですね。で、それと別で、大学院生。実は大学院生というのはですね、割と大学院に対して肯定的なんですね。まあ何かというと、労働市場にはまあ見返りを求めていないと。はい。何かというと、まあ就職したいから大学院に行くっていう人、あんまり実はいないという指摘があります。まあこれ確かに私もその通りだったのでよくわかりますけれども、見返りを求めていないと。で、学習成果は労働市場で発揮する意欲にはつながらないと。だから例えば、学習したこと、研究してきたことと大学院で学んできたこと、そして社会で活躍してやりたいことがずれていても、あんま気にしないみたいなところがあると。まあ、要は学問をとしていくという大変健全な人たちが多いみたいなところですね。まあ、これ私も確かに大学院生の友人とか見ていても、まあ、すごく就職したいとか、なんかガンガン出世したいみたいなことで大学院に行ってる人ってあんまいなくて、もっと自分の専門性を突き詰めたいとか、このテーマ追求したい、もっと勉強したいみたいな純粋性に溢れてる方が多かったように思います。ただそれがですね、大学院出てもあんま評価されないっていうところにやっぱり日本社会の闇があるなというふうに思いますし、まあそのある意味ですね、言ってしまうとオタクみたいなところですね、例えば歴史が好きだから歴史を研究する、私の場合教育学の研究が好きだから教育学を研究しちゃうみたいなところで、そういうオタクみたいな人たちをですね、確かに労働市場において評価する義理はないといえばそうなんですけど、ただある意味言い方を変えるとですね、遊びほうける大学生とかもいますよねと。でも大学院の間みっちり言及しててもそれがあんまり評価されない、これ本当にいいのかなっていう風な憤りを私自身も思うところがあります。とまれですね、この本が明らかにしているのは大学院教員、そして、労働市場、そして大学院生というこの三者関係がどうなっているか。で、一つ見えてきたこととしたら、大学院生って割とですね、就職に特にあんま希望せずに大学院に入ると。で、自分の専門をきっちり学んでいくと。まあ、大学院にとっては、大学院や学校の教員にとってみたら大変ですね、いいお客さんなわけですね。ただ、労働市場によってそれがあまり評価されないと。ただ、この状態があまりにも長く放置されていると、誰も大学院に行かなくなってしまうんじゃないかっていうところは、私は読んでいて思うところではございました。だからですね、この、大学院という存在について、まあ、今後日本社会でどう描いていくかがポイントだなというところですね。この本の中で一つ非常に面白かったのは、労働市場においても院生を評価するそういった就職の担当者がいるみたいな話が出てくるんです。で、そういう人たちにある共通点がありました。まあ、何かというと、自分が例えば大学院出ていたりとか、あるいは実際自分の周りで大学院を経て活躍している文系の人間がいたりとか、まあそういうふうに自分が普段経験している、普段接触している、あるいは自分自身がそれを経験しているからこそ、大学院生を積極的に評価する動きもあったりするわけですね。だからこれは逆に言えば大学院出身で民間企業で働く人、あるいは労働市場で活躍する人たちが増えていけばいくほど、大学院卒の価値であるとか、大学院で学んだということを評価する社会になっていくんじゃないかという示唆でもあるかなというところでございます。で、これをやるためにはですね、実は大学院側がもっと努力しなきゃいけないよみたいな話が出てくるんですね。それは何かというと、大学院制度の生みの親であるアメリカの事例が出てきますと。アメリカってだからですね、学術系の大学院もあれば、専門職系の大学院。まあ、この両者を縦分けたのがアメリカが初と言われていますけれども、こういうふうに縦分けることによって、例えば、はい、金融の世界であるとか、あるいは、経営幹部を養成するという意味合いで MBA を必ず取らなきゃいけないみたいな形になるという形で、大学院側がですね、労働市場において、この大学院で学ぶということがいかに価値があるかっていうのを積極的に営業していった、あるいは宣伝、影響力を及ぼしていったということの表れでもあるというのが書かれています。だからですね、今後、大学院側の働きかけってもっと必要だなっていうふうに思うわけですね。
特にですね、これは別の動画でも撮っていますけれども、まあ、日本というのは実は低学歴化が進んでいる国だと言われています。世界のエリートの世界だと大学卒は当たり前で大学院卒、その中でも博士を持っているかどうか、あるいはマスターを持っているかどうかって、やっぱりそれは評価されるところがあります。それはまあアメリカが中心になって引き起こしていることなので、まあそれが一概にいいとは限りませんが、ただ日本だとやっぱ大卒で働く方が評価されると。いつまでもこの状況が続くとは言い切れない気がするんですね。で、多くの労働市場に出る人たちがですね、大学4年生卒で満足するというので、本当にそれでいいのかどうか。特に今後、知識社会がもっと発展していく中で、最先端の技術をもっと学んでいかなきゃいけないと。あるいはもっと自分自身の能力を開発していく必要があると。で、そういう時にですね、まあ、大学院に行かないという選択肢よりも、大学院に行くことがもっと普通になっていた方が、日本の生産性であるとか、今後を考えるプラスになるのではないかなというふうに思うところであるわけですね。で、そのアメリカの事例で大変面白かったのはこういうことがあります。専門を学ぶ中で他領域に応用可能なスキルを身につけるものであることをアピールすることが労働市場の大学に対する眼差しを変化させるかもしれないと。これ何かというと、例えば哲学を研究してますって人、哲学を研究してますって人は哲学の活かせる例えば職場じゃないと就職できないかというと、そうとは言い切れないわけですね。一つのことを専門的に学べるということは、逆に言うと、例えばその会社がどういう会社であったとしても、そこの、掲げる必要とする人材に自分が即応していくことができる。なぜなら哲学を深めていったのと同じように、専門的なスキルをですね、専門的に学ぶことができる。そういった証明書としても使えるんじゃないかと。だからこれをやることによって労働市場の大学に対する眼差しを変化させることもできますよねというところですね。この本私も読んでる中で、大学院に入るときはですね、まあ大学院出た後仕事どうするみたいな、正直あんまり考えていなかった自分を大変恥じるようになりましたね。どうしても私の場合ストレートマスターということもあるので、大学生の延長みたいなところで行ってしまったところもなきにしもあらずです。だからですね、大学院出た後どうするよりは、今の学生みたいな生活、特に思いっきり勉強できる状態をちょっとでも延長したいっていう、結構安易さで進学してしまったところもありました。まあこれ M1 修士1年生の間は良かったんですけど、修士2年生の間で進路というのに向き合う中でめっちゃ鬱になったのがやっぱその時期ですよね。だから私自身もうちょっと考えていたらいいなと思うんですが、まあだからといって言ったことは後悔はしてないです。ただもっと考える環境があったら良かったなっていうふうに自分自身はちょっと反省しているところですね。まあこの動画見ている方もしですね、マスターコースを目指している例えば大学4年生とか大学3年生の方でありましたら、まあ本当に大学に行った後どうするのみたいなところをやっぱ考えておくってすごく大事だなって思います。私自身はその、修士課程3年生、修士課程行く前、大学の4年生、3年生の頃というのは、まあ、漠然とであるんですけれども、まあ、大学で研究者になりたいっていう思いがありました。で、大学の研究者は無理だったとしても、例えば学校の教員になろうかなと。あるいは、そのですね、専門の学識が活かせるようなもの。例えば、それが出版。特に活字媒体のですね、出版社であるとか。そういったところで活躍できないかなって思って、大学院に安易に行ってしまったところがありました。まあ、だからこの時点でですね、普通に大学卒で、民間企業に入ってバリバリみたいな発想が特になかったわけですね。だから私自身は、まあ、大学院で良かったんですが、ちょっとでもですね、例えば大学卒で行く方が有利になるような職を目指すのであれば、まあ、わざわざ大学院行く必要なくて、そこを目指すっていうのは一つありなんじゃないかなっていうふうに思うところですね。まあ、なぜかというと労働市場っていうのは結構日本においてはやっぱ新卒がかなり有利になっているわけですよね。で、その状態を、まあ、どう今後変化させていくべきなのかっていうのは今後の、展望によるわけなんですけれども、自分自身は別にそのリスキーなところを選択する必要はなくて、自分の夢を叶えるためにはまず使えるものを使ってしまった方がいいわけですと。だから労働市場にまずはチャレンジしてみるっていうのは一つありなんじゃないかなと言えるところですね。はい。私自身は、まあだから大学に行ったことは後悔はしていないんですけれども、もっと知識があっていけば、もうちょっと違った大学院生活があったのかなっていうふうに思うところもあります。とまれですね、大学院について、積極的に調べていくってやっぱ大事なところですね。特に、まあせっかくお金と時間とをかけていくわけです。まあ全然安い買い物ではないです。だからこそ、いろんな情報を得た上で、自分は本当にここに行く意味があるのかどうか、それを考えていって、納得のいく進路、ぜひ勝ち取っていただければというふうに思います。今回はですね、文系大学をめぐるトリレンマという本を元に見てきました。文系大学院生はなぜ就活市場で評価されないのか。それはなんでかというと、はい。基本的にはですね、まあ大学院って、まあやばい人が行くっていうイメージがやっぱまだまだあるわけですね。だから大学にわざわざ行く人っていうのは就職市場においてどうなのみたいなのを、労働市場の面接担当の人がやっぱ思っちゃっていると。だからこそ、正当に評価されていないっていうところが結構問題点みたいですね。まあ、ただこれの一つの前提としたら、人間を正当に評価することは果たしてできるのかというふうな壮大な問いになるので、ここではあんまり深掘りはしないんですけれども、
ただ大学院側としたらですね、自分たちで、育ててきた大学院生に対する誇りというのがあると。で、それを正当に評価しない就職市場で憤りがあると。ただ大学院生側は実は意外とですね、労働市場に見返りを求めていないと。学習成果を労働市場で発揮する意欲を持っていない。だからこそあんまり就職がうまくいかなくても分かってた状態で入ってくるから、そんなに後悔も何にもしてないと。まあ、大変だから、大学院生が一番大人なんじゃないかという結論になってしまうわけですね。まあ、これがまだ今の状態だったらいいかもしれませんが、まあ、大学院行っても何にもならないみたいなことがもしずっと続くのであれば、これはちょっと日本終わるんじゃないかなっていうふうに思います。それはなんでかというと、まあ、勉強して真っ当に努力をしてきて、真っ当に自分自身の力を高めてきても世の中に活躍する場所がない。これってやっぱり世の中に対するルサンチマンが溜まっていくことになっているわけですね。まあそれが本当に健全な姿かというとあんまり良くないと。だからこそそういうですね、専門的に知識を学んでくる、そして自分の勉強をするということに喜びを感じる、そういった稀有な人材をですね、もっと積極的に評価できる社会になっていったらいいなっていうふうに思っています。私自身はこの動画を撮るというのは灯籠の結局何にもならないような火星にしかなるかどうかもわからないところでございますが、こういうところですね、何か大学院に対するですね、社会の眼差しがちょっとでも優しいものになればいいなというふうに思っていますし、もっと勉強することの価値をですね、社会に伝えていきたいなというふうに思っているところでございます。というところですね、今回ですね、文系大学院生はなぜ就活市場で評価されないのか、文系大学をめぐるトリレンマを読むというテーマでお届けをしてまいりました。こういった形の情報発信を行ってまいりますので、もっと見たいという方はいいねボタン、チャンネル登録ボタン、また概要欄からメルマガ登録、LINE 登録も可能ですので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。